とりあえず、クーラーなんですけど、下側ができました。少し底上げして、空気が入るようにして、そして下側にモーターを取り付けました。こちら電源になります。こんな感じで。あとは上側を作って、土台をつければ完成かな。まだ吹き出し口のパーツは来てません。とりあえず大体こんな感じでできました。以上です。